と申します、えー、と今日はあの私からは今お話がありましたように、えー、と調査の個別の論詳しいお話の前にですね、アメリカの原子力政策の全体像っていうのをお話ししよと思います、はい。これスライドはどうなってるすいません。スライドはどうなってるんでしょうか。 スライドスペルミスとか変換ミスなどがありましたので、あのまた、えー、っと、ものはまたウェブサイトに上げさせていただきます。はい。で、えー、っと、今日はですね、ああこれか。 全体としては、まずあのアメリカの原子力発電の現状ですね、で電源構成とか、どれぐらい発電量があるのかとか、あと廃炉新設がどんなふうに進んでいるのかという話で、あとバイデン政権の原子力政策ですね、はい、についてお話し,しますあの。バイデン政政権の原子力政策ってあの 建前としては気候変動対策の一環で、えー、クリーンエネルギーとして位置づけられていて、えー、だから、まあ、あの原子力をやるんだというようなあの内容になっているのと、同時に、例えば申します、核燃料のあがロシア依存になっているということを脱却するということが、まあ、2つの柱になっていると。あとあの えと新型ロック開発ですね、えーえー、について、えー、今、動きが見られるといったことが中心です。で、あと,あの、えーっと、使用済み核燃料問題については、あのこれはあの、えー、っと地方レベルと,あと全体のレベルがありますけれども、あの えー、塩水化核燃料というのはアメリカにとって、日本ではあの資源なんですけれども、あの資源というかあの再、再処理するということなんで、えー、廃棄物に当たってないんですけれども、えー、アメリカではです、ね、再処理しないので、えー、商業用のやつを再処理しなくて、中間貯蔵施設に置いておくということになるので、えー、そのもっとです、ねえー、個別の,あのサイトを中に置くのではなくて、全体的に集約するっていう。 ことができないかと考えている話と、あと最終処分施設ですね、あの高レベル廃棄物としての使用済み核燃料の最終処分施設というのがあると、まあ、そういうような話がありますので、まあ、全体の話をするというのは私の任務です。はいで,で、まず、えー、お話し,しますと、アメリカの、えー、と電源構成なんですけれども、あの えー、日本のです、ね、電気の消費量の大体4倍ぐらいありまして、えー、原子力はその中で、えー、20%弱、18.6%ですね、きょ2023年のデータですと、えー、そのふうになっていますと。今、あの天然ガスが一番多くてですね、えー、その次に大きいのはあの再エネです。いののは細かいものを いろんなものを合計したものとして扱うと、再エネが21.3%になっているということで、えーまあ、そういう前提としてそのように考えていただければいいと、あと石,石炭が16.2%ありまして、バイデン政権の中で石炭をこれから廃止していくということをこう原子力に置き換えられないかという議論がいっぱいあるわけですね。でえー、こちらはい で次ですけれども、原発はです、ね、今どうなっているかというとあの、えー、アメリカでどんどんこう、えー、問題視されているんですけれども、市場化の中で生き残れない、でどんどん廃炉になっているとあの、廃炉が、えー、まだ使えるのに、まあ、使えるのにというのは分からないですけれども、えー、廃炉になるという現状があって、でそれがです、ね、発電量の減少につながっていると。 今のバイデン政権の在り方だと思います。はい。で、次ですが。で、原発の廃炉、はいはい、と新設の現状ですけれども、これちょっと古い2022の資料からなんで、えー、少しあの図としては違ってるんですけども、今あのボーグル原発の4号機っていうのが、私ちょっと、こっちは2023年分解って書いて、すみません。ボーグル 4, 4っていう4号機が、 今年のですね、1ヶ月ぐらい前に運転開始しましたので、これが最新ということになりますけれどあの、新設は今ここで止まっていて、次々とですね、下の方はあは廃炉していく原発が多くなっているというのが、えー、大きな問題,と問題視されているということになるわけです。はい、でバイデン政権の原子力政策ですけれども、えー、と、 大き,大きくです、ね、国内的な事情と国際的な事情という,うに分けまして、えー、お話しさせていただくと、先ほど申しましたように、バイデン政権下で2050年ネットゼロというのは、はっきりと方針化されてますので、えー、2035年にあの電気は全部、えー、脱炭素電源にするということなので、えー、それに向けてです、ね、石炭火力を廃止する、どんどん廃液していくわけですね。 なので、まあ、これを再エネで、えー、拡大でおあの、えー、置き換えていくということと同時にです、ね、原子力も今、コール・トゥ・ニュークリアみたいなことをやってます、コール・ニー、C ・トゥ・エとか、なんかそういうやつで、えー、やっていると。ただ、なかなかね、そこもです、ね、市場の中で難しいわけです。 まあそこが一つ気候政策の中で位置づいてるって話ですね。で2つ目はあの先ほども言いましたように自由化された市場で経済性が喪失してどんどん大型原子力発電所が早期に廃止されていくと。なのでこれなんとかしたいっていうので今現実になっているのは既存大型原子炉の廃炉を抑制するために生産税額控除。 というのを導入して、キロワットアワーあたりの補助金みたいな状態で支援するということが今、中心的ですであの。あとですね、将来的には SMR とか高速炉を開発して、これを競争性獲得しようということでやってますけども、あとでも少し出てくると思いますが、あの個別の,話あのご報告で、えーっと、まだですね、あの 経済性はないので、えー、たくさん入ったら経済性が上がりますっていう話ばっかり聞いてきました。はい、なので、経済性がないので、えーっと卵、鶏と卵の関係にあるのかなとは思うんですけども、えーまあ、SMR っていうのは、あの大型化によるです、ね、経済性獲得っていうのはもう諦めてる原発なんですね。なので、大量生産、大量設置っていうのが前提なんです。 はいえー、そうじゃないと,、えー、っと、経済性獲得できないというのがあって、そこがですね、まあ、バイデン政権の、まあ、痛,痛い、頭の痛いところだろうと思います。で先ほどあの言いました、国内的にはです、ね、もう一つありまして、えーっと、核燃料のロシア依存、これが綴り間違えていますが、<laughs> HALUE って、っていうふうに言うんですけども。あの 通常の核燃料5%であるところを20%までの原料燃料を使うと。それがですね次世代炉の,あの燃料になるわけですね。でこれがですね今、ロシア依存になっているので、なんとかこれをですね国内のサプライチェーンを構築すると。ただ、もう国内サプライチェーンないので、アメリカは。えー、それがですねあのこれまた頭の痛い課題として、えー、資金。 えー、あってですね、な、え、ん、ー、と,とかしようということで資金投入しているということですね。あと、使用済み核燃料問題は依然として未解決ということです。はい、であと、国際的にはですね、あのえー、と原子力容量3倍化を制約したということで、まあ、それの話も少し,言いましたあの質問しましたが、あー だからといって、えー、これは世界ですから、みたいな話をされてましたね。はい。アメリカでどうなのかっていうのは、あまり明言はされてなかったように思います。はい。であとですね、えっ、ー、と、ライバルが出現してるんですね、国際的にはですね。あの、国際競争力力獲得して、えっ、ー、と、できるだけこう、輸出したいっていう思惑がやっぱあるんですけれども、あの、ロシアと中国が、あの、 同時にですねやってましてでここの国々はあの廃棄物も全部持ち帰りますとか廃炉もしますっていうことを言ってるので強力なライバルとしてあって、まあ、日本アメリカは日本とともに輸出したいということなんですけれどもこれもですね不確実な要素があるということになりますはいちょっともう時間もあれですかあともうちょっとで終わりますであと気候目標との関係だけでいってきますであのバイデン政権は2050年ぜネットゼロですけれども日本と よりも加速しっていうかあの、大きな目標を持ってまして、2035年に、えー、電源は100%炭素フリーにすると。なので、まあ、焦ってるということもあるんだと。ただ、原子力はね、間に合わないので、これ、どうなるのかなと、私は思います。であと、政策としては、インフレ抑制法と、あ、ごめんなさい、間違えです。<laughs> こっちでやってると <laughs>、動いてると思っちゃう。えー、インフレ抑制法と超党派インフラ法っていうのがあって、両方で、 政策を取るとただですね、印象ですけれども、やっぱりエネルギー部門では、ですね原子力はマイナーな位置づけしかなく、もうしあの文章とかですね、お金の使い方を見ると、再エネ、省エネ、EV に対して、えーと、お金は投入されていて、再、まあ、エネだけでは足りないんだろうが、やっぱ基本ですね、あのアメリカで議論を聞くとですね、えー、そのような感じでしょうか。はい というわけで、えー、あと次ぐらいまでいけると。はい、じゃあ次ぐらいまでいけということなんで、えっ、ー、と、原子力の話をしたいと思いますと。で、バイデン政権の原子力政策の、まあえー、まずパート1ということで申し上げますと、超党派インフラ投資雇用法っていうのが2021年に、えー、と成立しまして、1兆2000億ドルのインフラ投資をすると。えー、そのうちですねやっぱりあのエネルギー あの原子力を含むクリーネルング技術に投資っていうのはあのごくごく一部だっていうことは今ここで見ていただければ分かるかと思いますと。で次ですね、あの支援はですねどんなものかっていうと、えー、民生原子力のクレジットプログラムとか、えーとえー、設計実証ですね、SMR 設計実証とか、いろいろ言ってるんですけども、例えばですね、SMR の設計実証に25億ドルと、まあ、大きな額ではあるんですが、あの 原子力の予算はですね日本の方が多いんですね、基本、もうこれまでずっとそうなんで、あの開発の予算はですね、まあ、これは多い,多いですよ、だけども、あのた単年度で見ると、ずっと原子力の,あの開発っていうのは日本の方が多かったので、えー、確かにアメリカとしてはね、えー、しっかりやってるんですけど、しっかりというか、やってやろうとしてるんですけれども、えー、どこまでね、それが実証できるかっていうのはまだまだ疑問符だなというふうに思います。はいで次 インフレ削減法ということで、先ほど申しました生産税額控除、ここはやっぱり大きいですね。これはあの、えー、と今の大型原発の退役を、えー、阻止するというものです。はい、あと、平流を含む低濃縮ウランの生産力向上ということで、いろんなお金をつけていると。 はい、でこういうのを見ますと、なんかあの、えーとに、日本の GX ってここから来たのかなと思うぐらいの、まあ、丸写しに近いんじゃないかというふうに、えー、やっぱり思いました、はい。で、将来性についてですけども、これ行ってもうそ、もう終わると、もう終わるようにしまう、あれこれ動かない。次のページに行かないんですけど、これ、えっ、ー、と、ありますか。あれ、動かない。これが動かないんですけど、1ページ行っていただいて。 将来に関する見方がですね、d o e のリフトオフリポートっていうところにあるんですけども、いいですか。はい、で、やっぱりですねあの、あの、バラ色に書いてある報告書ではあるんですけども、経済性が最大の問題ですね。はい。他の点についてはですね、なんかね、あの日本と似てるますね。あの原発はあのファームだと、要するに硬いと、ちゃんと。 供給できるとかね、えとか思うんですけど、まあまあ、まあ、そういう内容が書かれてたり、いろんな環境にとっては、環境はとてもいいとかね、まあ、書いてあるんですけども、経済に関しては非常に大きいネックになっていると。で、これも書いてありますけれども、あ書いてありましたけれども、原発建設のプロジェクトの資本コストっていうのは、キロワットあたり1万ドルを超えてると。っていうことは、100万キロワット原発だと1兆5000億円を超える原発なので、 えこれをですね3600ドルぐらいまでに下げる必要があるということで、相当野心的なですねあのことを考えてるんですけれども、やっぱり絵に描いた餅っていうか、先進路を10から20基、まだまだ建設しないんですよ、えー、っ建設してないんですけども、あの建設してそれまで下がるんだみたいな図をえ書いていて、まあ、あのそれなりの説得性を持ってるんですけども、相当厳しいだろうなというふうに思っています。はい ということであの将来的にはこれだけの資金をとが入っていくるんだって書いてあるんですけども、これもですね、えー、っとドルぐらいになっ,てこなったとしての,あの前提ですので、えー、っとやっぱり経済性がどうなるかというところにアメリカとしても考えているし、これは DOE の,の,、えー、の長官でしたっけ、あじ時間補か、時間補のキャスリンさんでしたっけね、あのなんかもう辞任されて、 <laughs> 次のポストに大学に戻るっていうことで <laughs> えな、戻るっていうことで、えそうそうこの間僕調べてて、はい、戻るんだと思って、最後のお仕事だったのかなと思いましたけども <laughs> あの、えー、会ってきましたけれど、やっぱりあの、えー、とアメリカとしては、何かその特定の,さあの産業、あの企業を推すとか、そういうことではなくて、やっぱその支援する。えーし 市場を市場の中でなんとかそれが生きるように支援していくのは基本なんですよというふうにおっしゃっていて、えー、まあアメリカと日本では少し違うなというふうな印象は持ちました。か、はい、けやしですが、あとは個別の細かいところは、あのえー、それぞれのご報告の方々に譲りたいと思います以上です。